はい皆さんお疲れ様です小川大平の事件考察室え本日はですね山梨県道志村キャンプ場における行方不明事件についてお話をさせていただきますよろしくお願いしますえ今日はですねお話をさせていただく前に、えー、報告がございます非常に残念で、えー、残酷な報告になるんですが、えー ままずそれを、ね、お伝えしたいいと思います、えー、昨日ですね5月14日山梨県警の方から非常に残念な、えー、報告がございました、えー、先日発見された、えー、肩甲骨からですね個人を特定する DNA の検出に至りその肩甲骨がですね2019年 9月21日から行方不明になっている小倉美咲ちゃんで間違いないという結果が出ました肩甲骨が見つかったということはですね、まあ、生存はしていないお亡くなりになられているという判断というね報告でした、えー、まあ非常にね残念で 残酷な結果を、ね、お伝えしなきゃいけないことになったんですがそれも含めてこれまで分かっていることだとかですねこれからのことを私なりにお話をしたいと思いますまずその前にですね小倉美咲ちゃんのご冥福を、ね、心からお祈りしたいと思いますそして昨日ライブ配信でですね皆さんと共に 黙祷を捧げさせていただいたんですがえ、今日もですね。この動画の配信でも皆さんと一緒にえ黙祷を捧げられたらと思いますえ、若干のね。お時間をいただければと思います。よろしくお願いします。黙祷。 はいありがとうございましたそれではですね山梨県道志村キャンプ場における行方不明事件についてこれまで分かっていること、まあ、今後の警察の捜索等についてねお話をさせていただければと思います、まあ、行方不明になった日時ですが今から2年7か月半前になります2019年9月21日土曜日です えー、行方不明になってからですね警察、消防、ボランティアの方猟、ね、友会の方消防団の方等ですね、延べ、えー、1700人の方々がね捜索に従事したというふうに聞いております、小倉美咲ちゃんの発見には至らず、また所持品等の、ね、発見にも至っておりません、この行方不明事件がですね今年、えー、先月ですね、4月に入って、ですね大きく動き始めました。 2022年4月23日土曜日になります40歳代のボランティアの方がですね人骨用のものをね、まあ、発見したということの届け出が25日にありました、まあ、当日はですね、えー、まあ人骨かどうかわからなかったようで、まあ、スマホで写真だけ撮ってね、えー、一旦自宅に戻ったそうなんですがやっぱりどうしても気になったということでね 25日再び現場に行きです、ね、警察に届けたというふうに聞いておりますこの人骨についてはです、ね、警察のほまで調査したところです、ね、成人のものではない子どもさんの、まあ、頭部の人骨だということで、まあ、後頭部だという発表がありました警察の方ではでは、ね、DNA 鑑定一般的な各 DNA 鑑定をしですね 個人を特定する検出を試みたんですが、残念ながら個人を特定する DNA の検出には至りませんでした。そこで今度はですね、ミトコンドリア DNA 鑑定というね、別の方法での鑑定を試みました。このミトコンドリア DNA 鑑定というのは、個人をね、特定することはできません。ただ、個人を特定することはできませんが、母系遺伝、 母親の親族ならね同じものが出るということでこれは5月12日にですね鑑定結果が出ましたこの小倉美咲ちゃんの母親の親族に間違いないというねことが出たんですがただ個人を特定するわけではないので100%そうだとは言い切れないと例えばですねこの小倉美咲ちゃんの母親お母様の親族で 行方不明になっている方がいればですね、その方の骨からも同じような鑑定結果が出る場合があるということです、ね。ただ、まあ普通考えればですね、2019年9月21日に道志村キャンプ場で行方不明になり、そこから600メートル離れたところで人骨が発見され、ミトコンドリア DNA 鑑定が、ね、出たということはね、まあそうではないのかなというね、想像はつくんですが、 やはりね母親もいやまだ元気なはずだというね希望を持っておられました警察のほうはですね27日からですね再捜索に着手しました翌28日運動靴の右側の運動靴が発見されましたこの運動靴は瞬足という運動靴でエメラルドグリーン大きさは2 0ンチということで当時 9月21日、行方不明になったときにです、ね、小倉美咲ちゃんが着用していた靴と同じ形、同じサイズ、同じ色のものです。翌日にですね、母親がその靴を確認しております。確認といってもですね、現物ではなく、写真で確認したそうなんですが、見てすぐにですね、自分の娘が履いていた靴と同じものだということが分かったそうです。 ただ同じものだというのは同じ種類というかね同じ色同じサイズ同じメーカー同じブランドの靴という意味ですその次の日29日今度はですねこの28日に発見された場所から非常に近いところで今度左側色の靴が発見されておりますあと靴下これ片方ですね靴下片方が発見されています靴下は ピンクの靴下で、えー、うさぎちゃんのね柄が入っている靴下が発見されています。29日はですね、私は現私も現場には行っていたんですが、非常に雨が強くてですね、この29日は午後2時前にですね、捜索隊はね、引き上げています。ただ引き上げたんですが、その,その前にですね、もうすでに発見されていたということですね。次、5月4日です。5月4日はですね、 ハイネック、黒色のハイネックとあと人骨、これはね、右側の肩甲骨が発見されました。このハイネック、黒色のハイネックもですね、小倉美咲ちゃんを探すね、このポスターにもね、出てますけども、ヒートテックのね、黒色のハイネックです。まあこれもね、まあ実際は誰のものかは分かっていませんが、発見されました。この人骨からですね、先ほど話しました d n a 鑑定を実施したところですね、 個人を特定する DNA を検出することができました。これ昨日5月14日その結果が出たと小倉美咲ちゃんであるというね非常にまあ残念な結果が出たということです。5月10日からですね警視庁の災害救助チームがまあ応援に入っております。これまでですね山梨県警毎日40名体制 だったんですね今、警視庁の災害救助チーム等が入りですね40名プラス10名で50名体制で捜索をしております5月10日から警視庁災害救助チームがあーまあ応援で入りですね、えー、警察犬2頭も入っています警察犬2頭はですねシェパードと、えー、ラブラドール、えー、レトーリーバ、ね、この2頭ですしかもこの警察犬はですね普通にこう周期を追いかける 追跡するだけではなくてですね。非常に特殊な訓練を受けているという話を聞いております。例えばま白骨化したこう、人骨等のね。匂いをこう終えるという話です。例えば、この土の中に埋まっていてもですね。わかるそうです。まあ、それも結局はこう災害救助の時にね。使われるそうですね。あと、まあ肉片だとか。 そそうういったのもね分かるそうです非常に特殊な訓練を受け,受けている2頭だというふうに聞いております、あとこの訓練をしている鑑識課の方もね、この現場に入っております、まあ、今後なんですけどね、あのまあ、山梨県警の、まあ、発表というか、話では、ですねえ一つでも多くのものをご家族にお返ししたいという話をしております。 ただですね、今、ちょっとここ数日、天気が悪かったりしてです、ね、悪かったりしてるんですね、13日金曜日はですねこう雨が降ったりして、ですね警察犬は出動できておりません、13、14とですね、ちょうど私が14日も行ったんですけども、その時も警察犬は入っていませんでした、ただ14日はですね、警視庁の方は来ていませんでしたけども、山梨県警の方、40名で捜索は実施しておりました。 えー、昨日、5月14日土曜日はです、ねえー、午前中から私、えー、須田新一郎さんと、まあ、入足通信社という、ねえー、ところで一緒に、ねえー、現場に行ってまいりました、まあ、私はあのこう再捜索が始まってから、えー、5回現場に行っていますので、まあ、そのあたりは、ねえー、結構、まあ、分かるようにはなってきたんですね、えー、その場所の周辺等をですね。 ただ、ですね、須田さんは初めて現場に行ったもんですから、いろいろまあ質問を受けたりとか、まあ、ここでキャンプをしていた、こちらの方向に行った、他の子どもたちはこちらの方で遊んでいた等ですと、ね、まあ、いろんな説明をしていくうちに、ですね、やはり現場って非常に大事だなと、やはりこう話をすると、ですね、いろんなことが分かってくるといったようなことがありました。まあ、これね、現場の地図です。 ね、こういうふうにですね、まあ、ほんと、くしゃくしゃになるまで、こういうね、地図を見ながら、ここでキャンプをしていて、ど,どちらに行って、こちらにはね、こういうところがあると。昨日も、本当足がパンパンになるぐらいまでね、えー、歩きました。あの、午前中はね、ちょっと雨降ってたんですけど、午後からはね、天気も良くなってきたので、えー、まあ色々、いろいろと、そこでね、取材ができたと、えー、いうことになります。 まだまだですね発見されたもの、少ないですよね、少ないというか少なすぎますよね、ちょうど警察犬が5月10日から警視庁が応援に入ってから、ですねまだこれ、正確には分かってないんですけども、人骨ではないかというものはね2つ発見されております、15センチぐらいの大きさだというふうに聞いています、でこれも当然ですけども、鑑定したりですね、どこの部位なのかと。 いったようなことをねこれから調査していくというふうに思います今のところ分かっているところはこの程度なんですがまあ実際は事件か事故なのかといったようなことがこれから注目されるところだと思います非常にね残念な結果とはなりましたけれども発見された肩甲骨が小倉美咲ちゃんのものであったと小倉美咲ちゃんは、えー、亡くなっているという判断です今日日日の動画は16日月曜日に 配信いたしますで18日水曜日18日水曜日にですねまあ私なりのま考えというかですねそういったものをお話しできればと思っております本日は以上になりますありがとうございました小川大平の事件考察室ではですね皆さんからの情報をお待ちしておりますまあ、コメントはもちろんですけども何か事件の情報ご質問ご相談 そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまでご連絡をください、またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものも,も,のもですね、ぜひご連絡いただければと思います。